禁断の世界は、アメリカ合衆国の作家マレー・ラインスターが書いた SF 中編集である。早川書房から刊行されたメドシップシリーズは、全3冊あり、そのうちの3冊目である。作品中に登場する、医療船、エスクリプス20、宇宙生物と丸、ランディンググリッドについての詳しい説明は、メドシップシリーズの1冊目、祖父たちの戦争を参照のこと。 惑星、マリス3に接近したエスクリプス20から医療局員カルフーウムはグリッド管制官に着陸の指示を仰いだ。管制官が待機するように言った後、エスクリプス20の船内重力が強くなり、照明が消え、各種回路が焼き切れた。どうやらグリッドの力場で医療船を押し潰そうとしたようだ。 惑星にいる連中はカルフーンが着陸して検疫することを望んでいないらしい。非常用ロケットで町から離れたところに着陸したカルフーンは船外に出て調査を始めた。周りに農地が広がっているが工作している人間はいない。しばらく歩くと実ったトウモロコシ畑の中で男が死んでいる。トウモロコシを何本も食べた形跡があるのに、 どう見ても、食料を不足で餓死したようだ。続いて、痩せ衰えた女ヘレンに出会った。カルフーンには、酸素欠乏症にかかったように思えたが、酸素が十分にある惑星で発生するわけがない。早速、ヘレンの血液をマーガトロイドに注射して、抗体を作り出そうとするカルフーン。ヘレンの説明によると、ここ、マリスさんは、惑星。 デトラにからの移住先として新たに開拓されたばかりで、住民は1000人ほどいたという。この病気が突然発生した後で見知らぬ宇宙船が強行着陸し、乗員たちが町にいた人々を虐殺し始めたので、みんな町から逃げ出してきたという。病気の発生前にこの惑星に着陸した宇宙船はないので、病気は外部からもたらされたものではないと考えられた。 ここの医者たちも患者の血液には通常の細菌類しかおらず原因がわからなかったらしい。他の生存者も集まってきたところにブラスターを持った屈強な男が現れた。ヘレンから生存者を狙う殺し屋のことを聞いていたカルフーンはその男を射殺した。やがてマーガトロイドが抗体を作り出したので生存者たちにその抗体を注射する。 カルフーンが患者の血液を分析しても有害な細菌類は見つからない。それでも病気が発生する前に晴れた日なのに不思議な雷鳴が聞こえたことが分かった。それらのことからカルフーンは2種類以上の細菌の相互作用で病気が発生するのではないかと推測した。大気圏内に侵入した飛行体から細菌類をまき散らした時に雷鳴のような音が聞こえ、 病気が発生した頃を見計らって、殺し屋どもの宇宙船が着陸したと考えれば、辻褄が合う。そうすれば新規に開拓された惑星を少ない人員で侵略することができる。カルフーンは射殺した殺し屋が乗ってきた地上車で街に潜入した。彼は強力麻酔剤を噴射できるスプレー銃を作り上げ、街の中を歩き回る侵略者たちを眠らせた。 この病気のワクチンを侵略者たちが注射しているのは確実なので、その副作用のように見せかけた。やがて眠っている者が仲間に発見され、強行着陸した宇宙船に運び込まれていく。眠っている三人目の男は、カルフーンが自ら宇宙船に連れて行った。船内には白衣を着た一人の男がいて、その会話の内容から、この男が病気発生の手順を考え出したことは、 間違いない。カルフーンは白衣の男をスプレー銃で眠らせてから縛り上げた。侵略者たちの母性から移住者を運んできた宇宙船が到着し無線で呼びかけてきたが、カルフーンは応答しなかった。カルフーンが考えた病気の概要では通常最近に似せたミュータント病原体の生成物が合わさると血液内の酸素濃度を低くする効果がある。 酸素が脳に届かないと新陳代謝の制御ができなくなり栄養分を摂取することを忘れてしまいガジのようなことが起こるというものだった。やがてバーガトロイドの抗体で回復した生存者たちが街に戻ってきて侵略者たちを縛り上げた。惑星を周回していた侵略者たちの宇宙船にはワクチンの副作用で次々に仲間が死んでいるので助けてくれ。 という偽の通信を送った。宇宙船は母星へ逃げ帰っていった。強行着陸していた宇宙船はエンジンと無線機を壊された上で侵略者たちが乗せられ、当局の宇宙船が来るまで惑星を回ることになった。カルフーンたちは想像してみた。ワクチンには死をもたらす恐ろしい副作用があると知った時に彼らの母星で何が起こるかを、多分指導者たちは、 住民によって殺されるだろう。そして惑星を回っている宇宙船に乗せられているワクチンを作った白衣の男にも同じことが起こるだろうと。惑星、ウィールド3の近くで通常空間に出た医療船、エスクリプス20は宇宙港へ着陸許可を求めた。それに対して相手は検疫命令書の内容、ここに来るまでの寄港地、トーマルが登場しているかの確認など、 神経質なほどの回答を求めた。ようやく着陸を許され、この惑星が恐れているのは、ブルースキンという伝染病だと分かった。それは、数光年離れた惑星、ダラのフード病で、肌に青い反転が出て死亡する恐ろしい病気らしい。カルフーンは一人の医者を医療船に招き入れ、詳しいことを尋ねた。それによると、ダラは金属資源に恵まれた惑星だが、 食料生産には不向きなので、ウィールド3に宇宙船でやってきて、食料を買いたいと申し入れたことがあった。ブルースキーを恐れるウィールド3は、艦隊を派遣して宇宙船を追い払い、何年もの間だらを封鎖した。封鎖のために艦艇を大規模建造したが、封鎖を解いた後は艦艇に、ウィールド3の余剰穀物を積み込んで、惑星の周回軌道に置いてあるという。 ウィールド3の高官たちとの歓迎式典では、大統領の演説の中にさえも、ブルースキンへの憎悪が込められていることにカルフーウームは驚いた。そんなところへ、惑星、オレドから来たと自動送信を続ける一隻の宇宙船が到着した。オレドは、ウィールド3とダラの中間に位置する惑星で、金の採掘と牛の放牧が細々と行われていた。その宇宙船には、 戦争の中にまで人間が積み込まれ、空気浄化装置が過負荷で故障したため、全員が窒息で死亡していた。生存者がいないので自動送信していたのだ。大統領は、ブルースキンの仕業だという。その謎を解明すべく、エスクリプス20は、オレドへ向かった。超高速高校に入ってすぐ、カルフーンが、コーヒーの準備を始めると、いつもは目を輝かせて待っているマーガトロイドの様子が、 おかしい。戦室の方をじっと見つめている。カルフーンは密航者だと直感し、ブラスターを準備して出てくるよう言った。乗っていたのは若い女で追われているので、オレドへ連れて行ってほしいと話す。カルフーンは女との会話の内容から、女はダラの出身者と見破り、彼女もそれを認めた。次の日、エスクリプス二0は、レドの近くへ着いた。オレドの地上を呼び出しても、 何の応答もない。ランディンググリッドはあるので知らんぷりをしているようだ。カルフーンは非常用ロケットでグリッドの近くへエスクリプス20を着陸させた。周りにはおびただしい牛の足跡があり、ところどころに踏みつぶされた牛の死骸が放置されている。女は初めてマリルと名乗った。船外を調査していると警告もなくブラスターが打ち込まれた。 カルフーンが応戦すると発煙弾が投げ込まれ、煙を吸うと脈拍数が上がり心に動揺を感じた。医療局員なのでパニックガスだとわかる。牛を暴走させたのも、寿司めの宇宙船で、ウィールド3へ逃げてきたのも、これが原因に違いない。ブラスターを撃ってきたのは、ここへ牛を捕らえに来ていた、ダラジンだ。エスクリプス20に戻った、カルフーンたちは、オレドを離れ、 ダラに向けて航行を始めた。ダラの人々は惑星交換たちも含めてみんな飢餓にあえいでいた。エスクリプス20に積まれていた食料も供出させられた。カルフーンはウィールド3を回っている余剰穀物を積んだ宇宙船を頂戴することを考えた。もちろん代償としてウィールド3には金属資源で支払う準備をする。四人のダラ人航行士をエスクリプス二0に乗せ、 宇宙高校の高等教育をしながら、ウィールド3を目指した。数日のうちに、ウィールド3についた、エスクリプス20。一人前となった4人の高校士は、一人ずつ穀物、宇宙船に乗り込んで、ダラに向かった。この計画は成功し、ダラでは一時的に食料割り当て量が増やされた。続いてカルフーウムは、20隻余りの穀物宇宙船を、同様に頂戴することにした。 これと並行してブルースキン病の研究を進めた。カルフーンはブルースキンに感染しても肌に青い反転が出ない事例のあったことに関心があった。禁断の世界、山田正役、早川 SF 文庫 s f 6 4 9百9 8 6年1月、ISBN4 から15から010649から5、ありがとうございます。